福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲーム。この場面打席には宮崎が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点打ちました。センターライナー掴んで3アウトチェンジです。7番バッター岡島、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナーありません。これはショート松井抑えて3アウトチェンジ。打順は1番に帰ります。バッター茂木、2アウトになっています。さあ勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ち